今日は山田くんベンチプレス100キロ計画の成果を、ね、発揮する日です。皆様お楽しみにしてください。その前にですね、今日のギャラリーの方々に一言お願いしたいと思ってます。ガンダム山田くんが100キロ挑戦ですが一言お願いします。早く100キロを上げて山田さんになってくる。神谷さん、山田くんに一言お願いします。応援してます。うん、コンディションは？あ、ありがとう。ちょっと心配です。ちょっと心配。山川くん、今日山田くん上がるかな？上がるんじゃないですか。上がる？上がる。上がるって。栄養補給。またまた大丈夫大丈夫、待ってるから。じゃあジム行く。やるじゃないか。これは強敵だな。いけるいける。いいね。じゃあステロイド打つ。何の呼吸？山の呼吸。よし。97.5。こんなはずでは。悔しいです。じゃあジム行く。というわけでですね、山田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。いやそうですね、まあ、もうこれで最後だと思うと非常に楽しい気持ちと、まあ、やっと解放されたという嬉しい気持ちと、まあ、いっぱいです。山田さん、100キロのところが 97.5 が上がらなかったんですけど、ね、ええ？いや95キロは上がったんですけどね、今日はもう100キロちょっといけずに 97.5 もちょっと失敗しちゃったんでね、次回じゃああれですか、またまだ100これは続くっていう。そうですね、また岩田ジムにね毎週来ていただいて。最悪や、なんでお待ちしてますんで、シャイクラがあれば。何キロからまで、そうです。もう逃がれられない。惜しかったですね。いやそうですね、ちょっとまあ、いろいろ体調の面とか病院になったりして、まあ、そうです、ちょっと今までの後悔に後悔しかないですけど、まあ引き続き早く卒業できるように頑張っていきたいと思います。じゃあ皆様、山田君を温かい目で見てください。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。